動画をご覧いただきありがとうございます。ココアートチャンネルへようこそ。前回視聴者様からのメッセージで、人は見た目が 100% だと思いますかというメッセージをもとに動画を進めてたんですけれども、私の雑談が思いのほか長くて動画を2つに分けざるを得なくなってしまいました。申し訳ございません。今回はその続きです。前回はモデルエージェンシーの課題でデパートの某高級ブランドのところまで行くというところまでお話ししました。本当にそれが私のビューティー研究の始まりでもあったような、そんな出来事なんですけれども、それをちょっと小芝居付きのモノマネで皆さんにお見せしようかなと思います。ちょっとお見苦しいところも多々あると思いますけれども、お許しください。それではここから前回の続きです。どうぞご覧ください。ブランドの名前を伏せますけれども、本当に誰もが知ってる高級ブランドのお店にこうドキドキしながら入っていったんですよ。で入っていって、お店に入ったらガラスの陳列台があって、そこにブレスレットとかイヤリングとかアクセサリーコーナーがあって、お洋服のコーナーはその奥だったんですね。でその奥に行くのにはすごく勇気がいったので、その手前のアクセサリーのところで、すいませんこれつけてみたいんですけれども、必死に絞り出して言ったんですね。私それ全然聞いてくれてなかったんですけれども、そもそも全く相手にされてないというか、もう全然他のお洋服をこう畳みながら、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、私の顔なんか全然見てない感じで、私が、すいません、すいません、すいません、思い切って言ったら、3回目ぐらいで、いらっしゃいませ。ちょっとこう威圧的な感じのいらっしゃいますだったんですよ。でドキッとしたけれども、先生から言われたし、これ課題だから絶対やらないといけないと思って、このブレスレットつけてみたいんですけれど、はい、もう一度お願いします。このブレスレットをちょっとつけてみたいんですけれど、申し訳ございません。もうこんな感じだったんです。わかります？この感じ。私がこれをつけてみたいんです、申し訳ございません。私なんで謝られたのかが全然理解できなかったんですね。これは展示してあるだけのものだったんだと思って、つけるのがダメだったら見るぐらいだったらいいだろうと思って、違うのを指さして、あ、じゃあこれをちょっと見せていただいていいですか。申し訳ございません。こんな感じで私の目を見てくれないんです。すごい悔しい思いして、これも展示用でダメなんだと思って、そして他の方がこう試着をしてるネックレスがあったんですよ。これいいわっていう感じで、その外してまた棚に戻した、その隙に、あ、すいません、私もあれちょっとつけてみていいですか。申し訳ございません。申し訳ございませんしか言わないです。なんかすごい悔しい思いして、それでもなんとか一着でもお洋服着ていこうと思ったから、すいません、お洋服着てみたいんですけれどもって言った瞬間に、その最初いた一人にもう一人が来て、私を上から下まで見て、笑ったんですね。それで申し訳ございません、お出口あちらですっていう感じでちょっと言われたので、あ、もう私はここにいちゃいけないんだって、私はこのお店にとったら迷惑なお客さんだったんだと思って、ものすごく悔しい思いをしてお店を出たんですね。お店を出た後にものすごく悔しくなって、デパートのトイレに入って泣いたんですよ。なんか今思い出してもものすごい悲しくなるし悔しくなるし、すごい辛い思い出なんですけれども、ああでもすごい悔しくて、すごい惨めで、すごい辛かったけど、あ、別の角度から見たらやっぱお店としたらやっぱり高級なもの売ってるし、綺麗な方に身につけていただきたいっていうお店の思いがあるから、私みたいな男性なのか女性なのかわけがわからない人がお店をうろうろされたら、やっぱお店のブランドイメージにも関わるのかなって、そんな風に考えて自分の気持ちを収めたんですね。当時を思い出すとなんか悔しくなってきちゃったんですけれども、もう今は全然平気なんですけれども、私はその経験で火がついたんですね。私はいつかこのお店に来て申し訳ございませんとか、お出口あちらですとか、そんな風な扱いを受けないような人間になってやるって、そういう風に私自分で心に固く誓ったんですね。そういう高級なものとか女性の服だけを売ってるお店っていうのはなかなか入りにくかったので、女性の服も男性の服も売ってるようなちょっとスポーティーなブランドとかからスタートして、なんか女性もののジーパンから履いたりとか、なんかそっちからスタートしていったんですね。デパートのお化粧品売り場に行って、まあ、それも一筋縄ではいかなかったんですけれども、何軒か回ってお化粧してくれるところで、あ、こうやって使うんだとか、あ、チークはこうやって使うんだ、アイラインってこうやって引くんだって、
そういうことをだんだんちょっとずつ学んでいったんですね。いろいろなところに行って本当に研究を私なりにいっぱい繰り返したんですね。そして先ほど言ったモデルエージェンシーでハイヒールを履くときには体幹を鍛えて、体幹を鍛えないと足を悪くしたり腰を悪くしたりするから、体幹を鍛えて背筋を伸ばしてきれいに歩く方法とか、そういうことを教わって、まあ、ワンクールのレッスンだけで終わったんですけれども、それからはもう自己流でだん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 自分で学んでいったりとか、女の子の友達に聞いて教えてもらったりとか、普通に街を歩けるようになるまでには本当に時間かかったんですけれども、どっちつかずの時っていうのは本当に大変でした。どこのトイレにも入れなくて、私が行ってるスターバックスがあったんですけれども、そこは唯一男性女性トイレっていうのが分かれてなくて一つのトイレだけだったので、そこは普通に平気で入れたんですけれども、世の中男性と女性って分かれてるから、どっちのトイレにも入らなくて辛い思いしたりとか、苦い経験もあるし、その分なんか普通にしてることがすごいありがたく感じたりとか嬉しく感じたりとか。その後私は企業コラボレーションでジュエリーのお仕事をした時に、エステの会社とか化粧品の会社と企業コラボをしたので、その会社とコラボレーションしてる時にもいろいろな人から本当にいろいろな情報を得たりとか、ネイルのテクニックを教わったりとか、エステのテクニックを教わって自分で啓発する方法を教わったりとか、あの時にあの会社と企業コラボできたことは本当に幸せだったなとも思っています。まあ、性別のことだけじゃなくても、女性って言ったら年齢を重ねるとともにどこまで自分をありのまま受け入れられるか、まあ、女性だけじゃなくて男性もなんですけれども、容姿とか見た目とかお顔っていうのはどんどん変わってくると思うんですね。世の中にアンチエイジングっていう言葉があると思うんですけれども、私はアンチではなくてウィズの方がいいなと思ってるんですね。ウィズエイジングといって自分の年齢に寄り添って年を重ねていくっていう考え方がすごい私は大好きで、私もそれを心がけてるんですけれども、世の中には特に年がいもなくとか何歳らしくとか、まあ、男らしく女らしくということもそうなんですけれども、ある一定の年から40代になってそんなこと恥ずかしくないんですかとか、もう50近いのにそんなこと恥ずかしくないんですかとか、そういうことを平気でおっしゃる方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、年齢っていうのはただの記号だと思うんですね。アンチエイジングという言葉が生まれた背景には、そういうふうに何歳らしくとか、特に女性はそういうのあるじゃないですか、何歳になったらこういう格好しちゃいけないのよとか、何歳らしくないのよとか、すごい特に日本は年齢によって女性のファッションの幅がどんどん狭くなってくると思うんですけれども、自分が好きで自分が似合っていれば私はどんな格好してもいいと思うんですね。人は本当に見た目が 100% ではないし、内面が 100% でもないと思うので、いろいろなものが総合してその人だと思うので、何歳になっても自分には何が似合うかな、どれが似合うかな、どれを着たら素敵なのかな、どんなメイクをしたら素敵なのかな、どんな表情が自分には似合ってるのかなっていうビューティー研究は死ぬまで続けた方がいいと思います。なんか年齢に逆らって年齢を否定してなんか美しくなるというよりも、年齢を受け入れて年齢に寄り添ってさらにその上を行く美しさを目指すっていうのはすごい有意義なことだと思うんですね。無理をして違う自分とか違う年齢の自分になろうとするんじゃなくて、今の自分だったら何が似合うかなとか、例えば年を重ねたらもうこれが着れなくなる、あれが着れなくなるっていうマイナス面じゃなくて、20代30代の頃には似合わなかったものが40代50代になって似合うっていうこともあるじゃないですか。例えば私は30代の時にものすごい仕事頑張って報酬を得た時に、自分のご褒美でその時の自分よりもちょっと背伸びをして高いブランドのバッグを買ったことがあるんですけれども、その時はちょっと怖くてモテないし、なんか自分が持ったらちぐはぐなところがあったんですけれども、今の年齢になってやっと普通にモテるようになって、年を重ねるのも悪いことばっかりじゃないなって思えたりして、その年齢にはその年齢の素晴らしさもあるし、素敵なところもあるし、楽しみもあるし、やっぱり前向きになるのが一番じゃないかなと思うんですね。その年その年でビューティー研究をしていったらいいんじゃないかなと思います。本当に今でもまだまだなんですけれども、もっともっとビューティー研究をしてさらに素敵に年を重ねたいなって思います。ペンネーム宝の持ち腐れさんのメッセージがなかったらこんな有意義な動画が作れなかったと思ったら本当に感謝感激です。くだらない質問ですがって書いてあるんですけれども、全然くだらないことなかったです。本当に語り尽くせなくて、この話題に関してはまだまだ本当にいろんな話題をしてみたいなと思います。またこのビューティー研究に関しても何か具体的にこんな話をしてほしいとかいうのがありましたら、コメント欄またはホームページまでメッセージをお願いいたします。人は見た目が 100% ではないけれども、見た目はとっても大切ですよね。もちろん中身も大切です。外見も内面もたくさん勉強して素敵な人間になれたらいいなって思っています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ここはアートチャンネル、ぜひチャンネル登録お願いします。
画面の赤いプロフィール写真をクリックまたはタップしてください。説明欄にもリンクを貼っておきます。画面のおすすめ動画はクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまた次のココアドチャンネルでお会いします。ありがとうございました。